駐車券なくして5000円も払わされた藤丸です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析を配信していきます。はい、じゃあ早速ねニュースいきますが、その前にチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。今日のニュースはですね、まず、日本の話で、金融庁がNISA ね、あの株式の方の、株式とか投資信託の、減税枠ですねを、期間限定だったのを、恒久的にやるという話になっています。今までねNISAが2028年まで、積み立てNISAが2042年までだったんですけど、これを無期限とするということにしました。あと一般NISAの方の年間投資上限が120万円だったんですけど、これも2倍の240万円に引き上げるということで、日本も貯蓄から投資へっていうことを、まあ、進めていきたいという狙いがあるんですけど、この貯蓄から投資へっていうスローガンね、2001年から言ってるんですよ。21年前ですよ。なのに、まあ、先進国で、まあ、一番ね、投資してる人の割合少ないですから、まあこの減税枠を改善したからといってね、また日本人のマネーリテラシーが低い人たちが投資していくかと、そうでもない気がするんだけどな。結局お金持ってる人は、減税によってね、利益を得るんですけど、結局投資するお金もないような人は全く、還元されないシステムなので、まあますますね、その投資して資産を増やす人と増やせない人の格差がね広がると思います。はい、でそんな感じで結構金融庁もいろいろとね、いろんな税制の手こ入れしてますので、まあ、暗号資産の方の税制も、本当に個人の方のね、分離課税やってほしいなというふうに思います。仮想通貨版NISAみたいにやってくれればいいのにね、本当に。だから240万円とかでもいいから、それ以内のね利益は課税しないとかになった。そしたら今ドバイとかシンガポールとか自由してるような仮想通貨いっぱい持ってる人たちも日本帰ってくるかもしれないですね。はい、じゃあ次がちょっと興味深い話なんですけど、休眠状態だったビットコインが移動しましたって話です。ビットコインのツールを提供しているルックイントゥビットコインの創設者のフィリップ・スウィフトさんが言ってるところによると、休眠状態だった 5000BTC ね、今の時価で140億円相当が移動したってことを言ってます。でこのビットコインは7年から9年前に発行されていたもので、7年以上移動してなかったと。7年前って言ったらいくらだっけ、かなり安いですよ。7年前2015年なんで1000ドルで買った10万円ぐらいだった時、 1BTC がその時からあったビットコインが動いてると。でこういうね、古いビットコインの大移動っていうのは今まで、ね、過去に6回しか見られてないんですけど、ちょっと気になるのはこれ 1,2,3,4,5,6 って書いてあると思うんですけど、いずれもねその大移動した後に結構下がってるんですよ。結構高値圏で起きてることが多いんですね。だからやっぱりまだ下がるんじゃないかと思ってるクジラが移動させてるんじゃないかということで、もしかしたら暴落の予兆かもしれないということです。休眠状態にあるビットコインはクジラが保有されているとされていて、大量のビットコインの移動は売り圧にもつながる可能性があるとして、これまでも投資家からまあ注視されてはきたということですね。あとマウントボックスっていう事件ね、まあもう知らない人も増えてきたのかな。2014年に経営破綻した仮想通貨取引所のマウントボックスなんですけど、債権者に多額の弁済が一斉に行われるっていう憶測が立っていて、これも売り圧が生じるんじゃないかという、ね、懸念が、まあ、あるということです。ちなみにマウントボックスでは、14万 BTC あります。3900億円相当ありますので、これが売り圧になるとまたかなり価格落ちやすいところなので、やっぱりもう一段下がるんじゃないかな。一旦1万ドルとか1万4000ドルとかね、それぐらいまで落ちるんじゃないかなと思ってます、ファンド的にも。はい、じゃあ次がリップルの話なんですけど、リップル社が最近発表したところによると、
CBDC っていうね、中央銀行デジタル通貨関連の、プラットフォームで暗号資産の XRP を使用するってことを明らかにしました。これはですね、XRP レジャーっていうのを基盤に各国の中央銀行が利用するってことを想定していて、まあ、デジタル通貨を安全かつ柔軟に発行管理できるソリューションを提供することが目標です。 CBDC のトークン化サポートなど、決済や DeFi などの実装にも XRP を使用するということになっております。ちなみに CBDC の発行者は認証されたアカウントに送金することができて、トランザクション自体は 2,3 秒で完了するという超早い、中央、デジタル銀、デジタル通貨の、送金ができるということで、それに XRP が使われるというのは、まあ、リップにとっては好、まあ、材料かなと思いますが、だからといって XRP がすごい買われるかというとそうでもないと思うので、結局は試合に、ね、よると思いますので、まあ、XRP とかリップル社頑張ってるよねという、まあ一つのニュースでした。はい、じゃあ今日もチャット分析いきます。今日は一旦反発してますビットコイン、イーサリアム、リップル、アトム、コスモスね、やっていきたいと思います。まずビットコインからいきましょう。ビットコインね、反発してますね。まあ2日ぐらい前に結構大きく落ちたので、まあ妥当なレベルの反発だと思います。別に全然その相場をね、変えるような反発ではないので、別になんてことはないと思うんですけど、こんな感じの平行チャンネルあります。で、まあ結構大陰線の落ちてきたので、まあ多少反発出ますって感じなんですけど、まあ落ち着いて見てみたら、まあ今ここなのかなと、2万ドルってところありますね。ここがサポートになってきて落ちてきて裏タッチなんで、まあ2万ドルぐらいにタッチしたあたり、2万1000ドルとかかな、もうちょっとね、今2万400ドルなんで2万1000ドルぐらいがまあリズナボになってて、裏タッチして、まあ、再度落ちるっていう感じに、まあ、見えるかなと。普通に見たらここね、うん、普通の調整だと思います。反発ね、このまままたね爆上げしていくとかっていうね、そういう相場ではないと思います。で、あとは、こっちも移動平均線じゃなくて、レジスタンスラインが引けるので、ちょっとそれを見といた方がいいかなと思いますね。ウェッジみたいになる感じ。あ、ちょっと今、ちょっと雑に引いちゃったんですけど、こんな感じでね、このウェッジみたいな感じ。見ていけば、多少反発して、まあ、2万1000ドル。で、もうちょっと上げるんだったら2万2000円ぐらいまでの、この、もともとあった上昇チャンネルの裏タッチぐらいまでは、まあちょっと想定できるかなって感じなんですけど、そこまでタッチしたら、まあショートかなり入りやすいと思いますので、まあ続落するのかなと。もうちょっと上げたところで落ちるか、そろそろ落ちるかっていう感じだと思うので、なるべく上に引き付けてからショートするっていうのが基本かなと思います。はい。現物はちょっとまだ買っていける感じじゃないかなと思います。イーサリアムですね。イーサリアムは1600ドル弱ぐらいなんですけど、今ちょうどね、上からのね、レジスタンスラインに阻まれてます。あと移動平均線の、50日の平均線にも阻まれてる感じ。ここ上に抜けてきたら、ちょっと一旦ね、2000ドル付近までポンと上げる可能性あるんだけど、ちょっとそういう風にはならないんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっと注目するとこではあるけどね。あとは、ウェッジですね。気になるのはウェッジなんですけど、どうだろうな、ウェッジというかチャンネルっぽいんだよなこれね。こんな感じで、やっぱりちょっとショートがすごい入りやすいところかなと思うので、まあ、イーサリアムも今ぐらいのところでショート入って、もしこのレジスタンスラインを上に抜けてきたらもう損切りしてしまって、いいかなって感じ。普通のトレードです。下落チャンネルの上のタッチでショート入ってくるって感じ、それいいかなと思いますね。リップルもそんな感じですが、リップルは上げきれてないので、もうちょっとできれば上になんかね、ビヨンって飛んできた時にショート入れたいって感じ。こんな感じで。イーサリアムで言うともう今ここにある感じなんですよね。リップルはまだ真ん中ぐらいしか上げてない。このチャンネルの中で。今 0.33 ドルね。もうちょっとここみたいにヒゲとかでボンって跳ねた時にショート入ってきたんですよ。0.36 とかですね。こんな感じかな。で、今日久しぶりにね、コスモス、アトムやってきますが、こいつはちょっとチャート形状違くて、ずっと上昇トレンド継続してるので、
まあロングしてもいいんじゃないかなと思います。ちょっと他のコインと比べたら逆張りなんですけど、ずっと綺麗な形で上がってきてますよね。でここもしっかり移動平均線と、上昇トレンドにサポートされて上がってきてるので、ロングしてしまって、まあ上にタッチしたところで利確するみたいな感じ、あるいはまあ現物買ってスイングトレードしてもいいかなと思いますね。うん、これ綺麗な上昇トレンドですね。アトム、バイビットのもちろん買います。はい、そんな感じで毎日仮想通貨のニュースとチャット分析配信してます。ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。それでは最後に藤間のじゃんけんタイム、藤間のじゃんけんじゃんけんポン。あれ、仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にも、クレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないって人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。